こんにちは、ラルです。今回はフランというお菓子を作ります。このお菓子はフランス人みんなからとっても愛されていて、フランス菓子の中でも最も古いお菓子の一つと言われています。材料も見た目もシンプルで素朴なものばかりなんですが、とってもね、美味しいんです。素朴だからこそまた食べたいなと思うようなお菓子です。それでは早速作っていきましょう。せーの、アリバー。まずはじめにパートブリゼという生地を作ります。前日の仕込みはこちら。ということで、これは一晩寝かせた生地になります。まあ、大体3時間寝かせられればそれで OK です。で、ちょっと常温に戻しておいて、お指で押したらちょっとふにふにになるくらいしました。これでね、伸ばしやすくなります。打ち粉をして、生地を伸ばします。これは冷蔵庫で冷やしておきましょう。それではフラン液の方を作ります。まず牛乳とバニラビーンズをお鍋に入れて火にかけていきます。卵、卵黄を混ぜます。そしてここにグラニュー糖を2回くらいに分けて入れていきます。そしてコーンスターチです。コーンスターチは冷めた時に固まる性質があるので、チェリーパイの時とかも入れたりするんですけども、こちら今回も入れていきます。ふつふついてきたので火を止めます。そして温かいうちにこちらね、ボウルに入れていきます。よいしょ。作り方はとってもカスタードクリームに似てますよね。とおしさが、一旦お鍋をきれいに洗います。しのまでこします。ここにね、バニラのさやが取れました。
そうしたらまたこちらを火にかけていって、火にかけながらずっと混ぜ続けるともったりするので、プクプクしてもったりとしたら火を止めます。この見極めがとっても大事で、焦がさないように注意して行ってください。しちゃいましょう。より滑らかにするために炊いたこのね、パティシエールみたいなフラン液をもう一度こしていきます。今度はちょっと粗めの網で。では流し入れます。おいしい。すごい滑らかでちゅるって感じ。このレシピの詳細は概要欄から飛べるノートというアプリに掲載していますので、そちらからチェックしてぜひ作ってみてください。そしてインスタグラムとツイッターのフォローの方もよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。またねー。